はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ルサーでございます。デッドバイデイライトですね。はい、ということで、デッドバイデイライトがなんとスチームでこの間無料で配信されたの。スチームだったっけ？違う、スチーム、すみません、スチームじゃないです。エピックゲームズさんです。またそう、エピックゲームね、アモンガースの時もお世話になったんだけど、無料で時々ね、ゲームを配信してくれるってありがたいですね、本当に。で、そっからね、デッドバイデイライト無料になったということで、ついにね、スイッチの遅延で解除できないっすとか言ってたそう、ルサオじゃなくなるんだけど、まあ、見ての通りです、皆さん。日本語じゃないです。日本語じゃないんだよ。サバイバーズルール。あのサバイバー、You must hide from the killer while repeating generators to power exit gate. This toチュートリアル will teach you the basics needed to escape the lab. まあ、チュートリアルです。ああ、こんな感じなのね。これは、コマンドは WASD だね。WASD でシフトでダッシュだね。OK。画質いいな。俺さ、スイッチのさ、2000円ぐらいのやつやってたからさ、なんかあれだけど、まあ、スイッチもで頑張ってるのよ。スイッチも頑張ってんの。画質いいな。これを Go to the window。これスペースで、超えるのね。で、これで、スキルチェックってやつだね。スキルチェックはみんな知ってる？スキルチェックって、見ててね。こうやって、解除して、ストック解除しとくと、ここで変な音が鳴るの。で、変な音を、何もせずずっと押しとくと爆発するっていう。ちょっと待って、これあれだ。話すだけじゃダメなのに、スペースを押さないといけないみたいですね。そりゃでもさ、そりゃよ、そりゃこの操作性だったらさ、みんなスキルチェック見せらねえよな。スイッチはね、頑張ってるんです、スイッチもね、頑張ってるんだけど、まあ、やっぱりね、いかんせん、PC の、この、一点、なんで罠敷いたんだよ、チュートリアルなのに、なんで罠敷いたんだよ。そう、いかんせんね、どうしても容量の関係とかでね、仕方ないからね。あ、いや、どうすんだこれ。来てるよ、目の前まで来てるよ。これいいの？俺逃げて行って、なんでだよ。これキャンプしてるし、これね、上がった時どうすんの。あ、こうなんだ、やりやすい、やりやすい。A と D 連打なの？超やりやすいじゃん。どうすんの？どうすんの？どうすんの？チュートリアルなのにすごい緊迫感あるよ。あららららら。どうしたらいい俺。治療はできないのね。治療できないのね。スペース、あららららららら、どうすんの？ルダン。まあ、いいや、説明はとりあえず吊るされたら助けてあげようってことね。チュートリアル長くね。行くか、頑張れ。よし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 、ここまではね、配信とかでもね、ちょくちょくやってた通りの。これ何、あの子と一緒のところ入れるわけではないのね。これバレてんじゃん。バレてんじゃねえか、思いっきり。これどうすんの。あ、WASD の A2 ね。あ、書きやすいな。ネクタイ貫通してる。ネクタイ背中から生えてるよ。助けに来た。アヒールもできるよとですね。またマイクのケーブルを触れてしまったみたいですね。はい、ヒールもできたと。あ、俺もしてくれんの。いいね。
なんかすごい宙を触ってるけど。あー、チームワーク、まあ大事よと。なるほどね。さて、これが治ってないのか。あ、二人で一緒にできるもんね。よしよしよし、オッケー、走れ走れ。そう、開くのがね、ゆっくりなんだよね、これね。ずっと押してなきゃいけないし。警報鳴ってね、敵からも分かっちゃうし。はい、逃げよう。メグ早いな、ちょっと待って。ちょっと待って。あ、そうそうそう、こういうなんか抜け穴みたいなやつもあるって教えてもらった、俺前に。こっちから行ってみようってことなんだ。チュートリアルなのに裏技教えてくれる。これで終わりです。まあ、みんなももう分かっただろ、デッドバイデイライトがどんなゲームか。もう俺は知ってるんだけど。実況でやるのはあれかな、配信で一回やって以来かな。配信でやってそれ以来かな。まあね、あのいかんせんね、そのサブモニターじゃない、サブモニターがない状態でスイッチでね実況するってなるとどうしてもねそうなっちゃうんで、まあ、しょうがないね。あれが破壊できるよと。はい、あ、これ回んなきゃいけない。スペースでダメージ与えられると。はい、あ、人が走ってるからそいつ追いかけろってことね。よし、あれ追いかけてみようと。いやー、倒してくんじゃん、普通に普通に倒してくんじゃん。これどうすんの。セットトラップ、名護市か。いきます。ファインドザサバイバー、生存者を見つけろ、探します。アタックザサバイバー、こいつを殺すのね。一瞬だけね、そうそうそう、移動速度が速くなるっていうね、こういう感じで。よしよし、でピックアップして、あれね、あ、そう、あれね、自力で出しようとして失敗するとこうやってね、こう引っかかっちゃうっていうね感じなんだけど、いいね、やっぱでも PC でやるデッドバちょっと楽しいかもしんないな。スイッチ画面ちっちゃいんだよな、スイッチでテーブルモードでやってると。パソコンでねやるとちょっと遅延しちゃうからさ、スキルチェックがゴミになったりとかするんだけど。これどうすんの。クローズクローズドハッチ、ハッチ閉じれたんだ、知らなかった。あ、引っかかってんやん。あいつを殺しに行けど。あ、どうすんのこれ。ピックして、吊るすと。なんだっけこのさ、吊るすのを回避するのって確か 5% とかなんでしょ、なんかその回避率が。そうだから100回やって5回脱出ができるかどうかっていうすげえ低い可能性なんだよね。ああ、なるほどね。まあ、とりあえずなんとなくみんなも分かっただろう、早速やっていこう。はい、ということで、まずサバイバーでプレイしてみようかなって思います。まあ、生存者ってやつですね。で、今ね、なんか英語になんかその俺の視聴者の中でもさ、英語苦手とか英語弱い人多いから、なんか日本語にしてあげようかなと思ったの、日本語にしてあげようかなと思ったんだけど、日本語にできませんでした。なんかさ、
なんていうの、ランゲージ日本語ってなんだけど、日本語に選択しても、なんかね、全部英語になっちゃった。まあ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 、なんとかなんだろう。よし、行くぜ。やっぱ見やすいし、やりやすくて全然違うね。山空、クリームパン、よろしくお願いします。いやー、ゲーム実況をさ、これ撮ってんのが結構久しぶりなんだけど、やっぱゲーム実況、ルサオ好きなんだな。好きなんだなってね、思った、今、やってて。スキルチェック早っ。うん。なんか好きなんだなって思って、今だってさ、こう実況撮ってるじゃん。実況撮ってるけど、俺結構楽しいもん、普通に。ゲームもちろん楽しいのもあんだけど、で、喋りながらこうやってね、特に誰かに当てたメッセージでもない。なんか俺のチャンネルを登録してくれてる400人弱ぐらいに話してるこのトーク、俺自分で好きだからさ、結構。そう、まあね、本当に配信とかもね、できればもう来年ちょっと時間あるときはもう全部ね、編集とかじゃなくて配信とかにしたいなと思ってて、まあ、やっぱりあれだよね、なんかゲーム実況をさ、ゲーム実況が本職なんだけど、やっぱ関わる人が増えたことによってさ、まあ、ルサオができることをさ、なんかやっぱりできることをやってあげたい気持ちとかもね、どんどん増えてっちゃったわけで、その結果ね、もう全然専門じゃないね、動画編集、そして MV のサムネとかも作ったりとか、一部のそういうデザインとかもしたりとかして、これやべ、来てんな、走った方がいいな、これ。あ、俺やべえやつだ、俺。ここにゲートがあって。一人捕まってね、なんか。治りそうだ。よしよしよし。実況、なんならさ、でもさ、俺、あれなんだよさ、みんなとかさ、バロラントやったりとかさ、なんかなんていうの、みんなとバラランってやったり、エイペックスをさ、個人でやったりとかさ、まあ個人でもバラランってちょくちょくやってんだけど、そういう時間とか全部ね、配信に使っちゃえばいいんだよな。そうそうそう。なんか、こまごまとやってるのよ、いつも。ちょっとやって、ちょっと休んで、ちょっとやろう、みたいな。そう、だから配信するまでもねえな、みたいな時間ばっかやってるからさ、あんまりあれだけど。2月、3月はね、今んところ、そんなに忙しくない気がしてるからね、その辺ではやるかな、いつも言ってる通り。まあ、1月はダメだね、やっぱり。12月に大阪行くね、しわ寄せがいっぱい来てる。12月に大阪行くことによってね、いろんなしわ寄せがね、俺のところに来てるっていう。まあ、しょうがないんだけどね。あとこれか。ほら、俺の、他の人たちって俺やってるの？なんか、全然見ないんだけど。チェイスしてくれてんのかな、ずっと。俺ばっか修理してない。俺4つ修理してない、なんか。あ、ミスった。ちょっと待って、やべ、ミスった。ちょっと待って。ちょっと今、ちょっとよそ見してたらミスっちゃった。早いな、スパン。ナイス？やってくれたね、ちゃんと味方も。味方やってくれた。足押せ、このおっさん。近いな。これ、ロンリーチックって人さ、落ちてんじゃない？いねえんじゃねえか。俺、出ちゃおうかな。山空出てるし、俺も出よう。俺出るわ。パワームーブをコンプリートしました。お、出ちゃった。いきなり勝ったよ。ちゃんと回して勝ったね。すげえポイント入る。こんな入んの？やば、めちゃめちゃ入るやん。おーおー、なんか、すごっ。戦績俺やべえな、いきなり。結構頑張ってんな。ちょっとじゃあ、次はあれか、殺人鬼で一回やってみるか。
やっとマッチしたわ長いのよマッチまでが、マッチまでが長いのよって、なんかアドオンって呼ばれる、なんかそのゲーム内のみで使える特殊なスキルみたいなやつがあるんだけど、俺はなんかいまいちよくわからん。パークとかもね、あるんだけど、この辺もよくわかりません。なのでちょっと適当にあるものをつけました。スピードリミッターと、パンチャードマッファー、これ何なんだろうね。チェインソーズレイトオブコロディングバイ 50%、 よくわかんないっすあなたはリサイレントゥーペイン、どういうこと？再度静かになる、痛みに再度静かになる、あなたが減らすザ・ドレーション・オブ・パレッツ・スタンス、まああれか、行動不能の関係のアビリティだと思っておこう。いきます。チェンソーを持ってる人ね。あ、なるほどね。ブーストかけられるってことね、チェンソーで。さて、どこにいるかな。いるね。まずい、やべえ、逃した。いた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 。こいつを、よし、でとりあえずみんなにダメージ与えていこう。ガンガン下に。あれ、これどうやって開けんだっけ。あれ、下いなかったっけ。あ、見失ったな。いると思ったよ。どうしてもね、足の遅さで差がついちゃうね。お、地下に誘導してくる。うまい。どういった。あ、やばいね、今ノールック残殺したからどこ行っちゃったかわかんねえ。逃げたのか。潰してる人が一人いるのね。とりあえず、まあ、そろそろ助けに行くかな。ちょっと見に行こうかな。お、いるいる、二人。ここ助けたのか。あ、うまい、うまいな、あいつ。あー、これもいない。いたいたいた。こっち行こう。これいたよ、今。よしよしよし。こっち行こう。オッケーオッケー。確実に追ってこ。待て待てー。殺すぞそろそろ行けるかな。お、うまい。くそあんま一人追いすぎるの多分良くないんだろうけどな。どこ行った。いたいたいた。ちょっと巻いたふりさしとこうかな。一人助けられてんな、こいつ。うまいな。あー、うまいうまいうまい。これうまいな、この人。どうしよう、絶妙にうまい。よし、オッケー。まあね、飛び越えようとするときのやっぱ差がね、生まれちゃうからね。間違えた間違えた。よいしょ、どっこいしょ。まあ、近くにいっぱいあるからね、この辺で。あ、やばいやばいやばい。どっこらしょ。やばいな、でも2つ解除されてんのか。いたな、こいつ。でも誘導役っぽいな、なんか別の人助けそう。
まあですよね。ちょっと見に行ってみようか。助ける気がすんだよな。だってあれだっけ、なんか適度に壊しに行かなきゃいけないんだっけ。どうしよう。あ、まずいね。解除されてんな。あー、まあちょっとでもこれ月でかいな。一瞬だけ速度上昇するけどって感じか。助けに行ってぞ。いいね、あそこにいるね。こっちから行く。こいつでも上手い人だっけ。おお、危ねえ。よしよしよし、いたいたいた。おお、まあまあまあ、ちょっと操作性悪いな、やっぱ。くちゃくと。あ、いたわ、やっぱり。なんかいる、なんか急に消えたから、いるかなと思ったら。これを、お、それね。ほんとやだ。曲がったかな。こうかな。隙間を探してる。うわ、マジでダメなの今の。うわ、届かん。おお。うまいこいつ。ってことは直線するかな。これで殴る。操作性がうんこなんだよなこれ。よし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 。っていうことなので、うそ、届かん。ってことを鑑みてこっちに行く。おら、改造させねえぞ、おら。待て待て待て。俺がゲートをオープンする。あ、やばい、逃げられる。よしよしよし。お、危な。あ、やばい。届かなくなっちゃった。マジか。うわ。違うのか、どっかに。ハッチで逃げたな。うわ、マジか。ハッチで二人逃げたってこと。いやー、まあちょっと勉強不足だなこれ。これ追えなかったのめっちゃもったいないな。惜しかったな。まあ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 、初戦にしてはね、結構頑張ったんじゃないでしょうか。いい感じだったと思います。二人殺して吊るし上げてるのかな。レベルも上がる。はい、ということで、まあね、これからまたデッドバイデイライトの配信、需要があるかわかんないけど、まあちょっとやっていこうかな。まあ、誰かと配信した方がいいんだけどね、多分4人ぐらいで、4人ぐらいでずっとデッドバイデイライトした方がいいと思うけど。はい、まあそんな感じです。ぜひね、これからも活動はしていくつもりなので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。それじゃあ皆さん、次の動画でお会いしましょう。グッバイ。